こんにちは、みえこです。今日はね、お裁縫の道具を入れる小さなカゴ作りましたので、皆様にご紹介しますね。ハサミが動いて危ないので、紐で固定するように作りましたよ。それではスタートです。使った布ですが、このような布と 3.5 センチにカットした布がたくさんあったので、これも使いましたよ。布の大きさは自由ですよ。まずは型紙を作ります。できました。この型紙と同じ大きさにキルト綿を切ります。その上に布を順番に重ねます。縫い代が1センチぐらい出るように布を置いてくださいね。斜めに置くと可愛い柄ができますよ。配色を決めてセットしたらまとめて縫います。縫ったら縫い代1センチつけてカットしますよ。これね、12枚作ってくださいね。方向を変えると面白いカゴができますよ。で、これをね、順番に縫います。キルト綿の端を縫いますよ。斜めに布がカットしてあるので、伸びやすいから、ゆっくり縫ってくださいね。このようにできたらプレスです。縫い代きれいに折ってね。そしたら裏布を切ります。縫い代は 2.5 センチつけてくださいね。で、ここだけまず最初に縫います。
カバン入れ口だけ最初に縫います。キルト綿の端を縫いますよ。次にキルトします。ミシンで縫ってもいいですよ。はい、できました。キルトが終わったらポケット作ります。半分に折ってここ縫いますよ。表に返して入れ口だけステッチしてくださいね。次に中央に向かって1センチずつのこれね、タックを折ります。何センチでも大丈夫なんですけどね。で、中心に印をつけて、キルトしたトップにも中央印をつけてポケット重ねます。そして縫いますよ。こんな風にできますからね。それではもう片側のトップを作ります。こっちね、ハサミ留めておきたいので、この布の中に収まる大きさのハサミだったら大丈夫ですよ。なかったら普通のカゴバッグにもなるので、それもいいですよ。で、まずはこの紐ね、ハサミの握るところの中心にこの紐を縫います。次ね、ハサミの切る部分ね、ここにこの硬いリボンを巻いて、でこのリボンをトップに縫います。ね、抜き刺しできるか確認して縫いますよ。で、このようにつけたら確認してくださいね。そしたらトップ2枚合わせて縫いますが、その前にこれ片方だけ縫い代をトップと同じ大きさに切ります。これ横縫いますよ。1センチぐらいの縫い代で縫います。次に布の端を隠すように裏布を折ります。で、ここは今回は手で縫いましたよ。
そしたらこのカバンの底の部分ね、ここの裏布をトップと同じ大きさに切ります。でこのまま待機。次に底作ります。これ表ね。この3枚を合わせてミシンで簡単に縫います。その後このコーナーを1センチ角に切ります。でこれをカバンに縫います。横のつなぎ目部分にカバンの底の中央を留めます。これね、短い方を縫いますよ。で1センチぐらいの縫い代でまずは縫います。2箇所まずは縫いますよ。次にね、タックのある部分のカバンにもう一度縫います。今度はカバンが少し大きいので底の布に合わせてここね、折ってくださいね。でここをミシンで縫います。で、あっという間にできたら、次は裏布で布の端を隠します。こんな風にできてますよ。そしたら表に返します。あとは持ち手の紐をつけて完成ですよ。これね、また布の端を使います。キルト綿を入れて、ミシンで縫ったら完成ですよ。これをカバンの裏布の部分に縫います。これは自由につけてくださいね。はい、できました。スナップボタン、スナップボタンつけましたので、使いやすくなりましたよ。これはね、針が入ってますよ。はい、カバン完成したので、今日の動画はここまでです。
最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またねー。